度正座で戻ります。肩を一回しした後に、次は手の甲側ですね、床に下ろすようにして、痛みがなければでいいです。握ったり開いたり、片手ずつ行ってもいいですし、両手一緒にという方でもいいです。さあ、両手を行えたら、次は足を前に伸ばしていきましょう。軽くリセットするようにトントンと揺らして、左の膝を立てて外側に倒します。足の裏と太ももの内側をくっつけていきましょう。伸びてる足の膝とつま先は上に上げていきます。上に向けていきます。ねじれないようにという感覚です。両手足を挟むように手をついたら、鼻から息を吸って、背骨をスッと伸ばしてから吐きながら前屈です。どうしてもこのもも裏が張るなという場合は膝を曲げながら入ってしまっていいです。軽く揺らします。今日のキーは揺れるっていう感じでしょうか。頑張りすぎないように、こう揺れることで、なんでしょうね、息が止まったりすることも、阻止するというか。はぁ、時には吐き出してみたり。さあ、揺れながらでもいいので、次は伸びてる足の外側に両手を置きましょう。ねじりの姿勢です。ここで息を吸って、吐きながら、ふぅ。で、また、ああ、張りすぎてるなぁと思ったら揺れます。本当に形にとらわれる必要が全くないので、例えば、あ、私はちょっと前後に揺れた方が気持ちがいいなという場合は前後に揺れてみたりだとか、まあ、目を閉じてみるとより自分の体のことを感じられるかもしれないので、自分にぴったり合うものを見つけてみてください。特に口の中や喉の奥、目の奥なんかもふわっとスペースが空くような感覚です。では次の吸う息でゆっくり上体起こしましょう。起き上がったら一息。さあ、足を解放してトントンリセットしたら、次は右膝を曲げて外に倒して片足の前屈ポーズですね。足はねじれないようにセットをして、両手地面、息を吸って、吐く息、この足の股関節を支点にして前屈です。膝裏張ったら緩めて、まず揺れます。首元なんかも優しくしたいので、頭をふわふわっとさせてみてもいいかもしれません。このまま揺れながらや普通の前屈でもいいんですが、もう少し、形を変えてほぐします。足の外側に両手を置いて吸って、吐いて、あとは自然呼吸。腰や背中が伸びてくる動きです。揺れながら自分が力んでいるところを発見したら、そのあたりも揺らすようにしてみてください。
たひたかけ。では、ゆっくり体をセンター。戻ったら、はたひたき。足を前に揃えて、トントンリセット。さあ、次は仰向けで寝転がっていきます。上半身、下半身整えて、左膝を曲げていきましょう。一旦吸って、吐きながらゴロンと、体ごと右側にねじります。そして右手をまっすぐ肩の横、手のひら上向きです。左手はその上に重ねるように置いていきましょう。この動きでですね、実は腰よりももっと上の背中側がしっかり動けるようになります。さあ続けましょう。一息吐いて、吸ってあげて、吐いて、ふー、肩の延長線に伸ばす感覚です。もう一度、吸ってあげて、吐いて、力をリラックス。さあ、次はここでホールドしましょうか。息も、はー、楽にします。さあ、ラスト一息。では、吸いながら、膝、顔、センター。軽く膝を抱え、ゆらゆらっとさせて、次は右膝を自分の胸に寄せたまま、左足まっすぐ伸ばします。体まっすぐな姿勢から、息を吐きながら、ふう、足ごと左に倒れましょう。そして左手は肩の延長線、手のひら上向きで下ろして、右手はその上に。では、一息吐きましょう。吸って、上に上げ。吐きながら肩の真横に伸ばす。視線も右側の方に向けていくと、ちょうど首の後ろもねじりやすいんですが、この胸椎というところ、腰よりも上の方の背骨ですね。そのねじりを助けることができます。さあ、吸ってあげて、吐いて下ろす。もう一度吸って、吐いて。さあ、ここでキープしましょう。あとは自然な鼻呼吸で体がほぐれるのを待ちます。さあ、最後に息を吐き出しましょう。吸う息で膝赤をセンター。今度は両膝を立てたポジションにして、両手のひら上向きで肩の横に広げていきましょう。左右に揺らします。ただ揺れるだけです。足幅少し大胆に開きましょうか。その方が気持ちがいいかもしれませんね。足回りもほぐれるし、骨盤。そして今日のテーマですが、背中側まで、さあ、では軽く足を閉じて横側にゴロンと倒れます。腕の力を借りながらでいいので上体を起こしましょう。さあ、まっすぐにもう一度座り直していきます。今日はガチガチに固まった背中、肩周り、
主に胸椎という箇所、腰よりも上の部分の動きを良くするというものを行っていきました。皆さんの体はどうだったでしょうか。続けていくとだいぶこの背中側がほぐれていくのでおすすめです。さあ、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつむで検索してみてください。